にちは皆さん、アルブル、木工教室の辻です。今日は鼻毛出てない。授業終わりで今こういう形で収録しているんですけど、いつも、生徒さんからその日のうちに出た、質問というのをクローズアップして、簡単な紹介を、交えていく動画を配信しています。で、今日出た質問の中で、例えばボンドですね。ボンドの使い方です。でカメラそのままでいいので、ちょっとこんな形の、小物ですね、雑貨を作る生徒さんがいました。で例えばここの接合部分というのは、木工ボンドがいいのか瞬間接着剤じゃダメなのかというような質問が出たので、それにちょっとお答えしたいと思います。で僕らが、よく使うボンドの中でも、ここに集めたものが、汎用性のある、一般的なボンドですね。他にもより強力な PI ボンドという、強力なボンドもあるんですけど、この一部をちょっと紹介したいと思います。はい、じゃあ今ここに並べた、もの、これがクローズアップした、まずこれから紹介していきます。一つは白ボンド、皆さんがよく使う木工ボンドと、呼ばれるものです。それとこの 1,2,3 個ある、これが瞬間接着剤ですね。これで1セットと思ってください。で、瞬間接着剤っていうのは、ねじり、ひねり、衝撃に弱いです。言ったらもう表面でしかくっついてないので、すぐパリッと剥がれてしまいます。なんですけど、引っ張る方向にはこう引っ張る方向にはすごい強いです。よくCM でこうちょこっとつけただけで車が持ち上がるとか、そういう CM をしてると思うんですけど、引っ張る方向には強いんです。イメージしてもらうのは、表面だけでついていてパリパリしているボンドというふうに、考えてもらえれば分かりやすいかと思います。で次にこの、白ボンドですね。白ボンドの方はどういった特徴があるかというと、粘性、人性がある。人性っていうのは、粘り強さですね。だから、例えば椅子の足とかをこう接着するときっていうのは、こっちのボンドの方がいいです。よりブニブニしてる、ボンドですね。で白ボンドって僕ら一般的に言うんですけど、正式名称は酢酸ビニルエマルションというんですね。で酢酸ビニールのビニールっていうのはイコールビニールです。何言ってるか分かるかな、分かるイコールビニールです。ビニールっていうのは、要は柔らかいですね。よく木工ボンドを拭き取り忘れてそのままにしておくとブニブニしたものが残ります。ということは、引っ張りや、ねじれに強いんですね。グッとなんかこう耐えてくれる、ちょっと柔軟性があるイメージだと思ってください。でそういうものにはこのボンドを使います。だから例えば椅子の足や人間の負荷がかかるものっていうのは基本このボンドを、白ボンドの方を使います。かたや、負荷がかかったりしない、もうついてしまったらそれ以上そこは力が加わらないよというものであれば瞬間接着剤でも大丈夫です。で例えば、さっき出たこういう小物ですね。ピント合ってる？いけてそう？はい、はい、OK です。こういう小物の T 字の足、これは、別に負荷がかかるものではなく、グラスを、乗っけるものということで生徒さんが作られています。で、こういうものだったら一応、もしかするとやっぱり、負荷がかかる場合もあるかもしれないんですけれども、普段使いで、なんと言うんでしょう、自分の中で目の届く範囲であれば、瞬間接着剤でも問題ありません。で、あとはちょっと特徴として、この白ボンドっていうのは中身をこう充填して埋めてくれるっていうものもあります。だから何と言うんでしょう、ちょっとした隙間があったとしてもこの白ボンドがそこに入ってくれるっていうような内容もあります。だからちょっと使い方に分けられるんですけれども、基本的に、こういう雑貨には瞬間接着剤でも、大丈夫な時があります。はい。で簡単にちょっと、今この白ボンドについて説明したんですけれども、白ボンド、さっき言ったようにビニールの膜のようなものが、付着します。でそれが残ると最後塗装で、色付きのものを塗った時、オイルステインなどですね、もしくは、クリアのものでもそうなんですけれども、木にビニールの膜が貼ってあったらそこだけ塗料を吸い込んでくれません。だからペンキなどで塗る時以外っていうのはこのボンドがそこの接着部分に残っていたら必ず拭き取ってあげてください。
でそれがどうしても面倒くさいっていう時には、こういうふうに、瞬間接着剤で一部だけつけて、ちょっと強度に不安はあるけれども、こういうもので、接着するということがよくあります。はい、それで、一般的に汎用性のあるものということでこの白ボンド、これは速乾、この黄色のものは速乾ボンドです。でこちらのものがレギュラータイプのものです。速乾ボンドというのは、すごい早くくっついてくれるということで教室でやっぱり、皆さん時間に制限がありますのでそういう時にはこの速乾ボンドをよく使ったりします。でもう1日置いとくよという時には、クランプ例えばこう接着の時に、時間がかかってしまうという時には、もう接着しているそばから乾いていってしまう場合もあります。そういう時にはこの普通のボンドで、くっつけていくと。で、慣れてきたら、まあ、作業性も上がりますのでこっちの方を使っていくというような考え方になります。じゃあ、同じこのボンドの中でもさっきの白ボンドと、まあ、似たような形なんですけれども、このタイトボンドというのを、僕らはよく使います。家具では一般的なボンドですね。工房や、木工作家さんがよく使われるものです。白ボンドに比べて一つは強力という、特徴があります。でもう一つはさっきの白ボンドはビニールだったものに対してこっちはちょっとビニールとは、違う成分でできています。固まった後に結構パリパリした、なんというんでしょう跡が残るんですね。ということは、なんというんでしょうそのボンドが、乾燥後残ってしまった場合にサンドペーパーなどですごい落としやすいんです。だからここにも、書いてあると思うんですけれどもプロ仕様の接着力で室内用で、室内用これはちょっとよくわからないですけど、簡単なサンディングというのは研磨がしやすいということですね。接着後の、その仕上げ作業がしやすいということで削れてくれるボンドということです。で、速乾性、白ボンドに比べて、まあ、大体この白ボンドの速乾と同じぐらいですねの速さで乾いてくれます。だから、やっぱりその接着のスピードが、ある、接着が早くできますよという方はこっちの方が作業性がいいですね。で、短いクランプタイムというのは、クランプをして圧着をした後ですぐに固まってくれるというような形になります。で、ここがまた、いいところなんですけど水で拭き取り可能ということで書いてあります。白ボンドの方も水で拭き取りは可能なんですけれども、こっちの方が、まあ、拭き取りやすいというのは実際僕らも使ってみて、感じます。白ボンドの方はやっぱりこう伸びていく、水で拭き取るときにどうしてもこう伸びて、薄まって伸びていくような、イメージがあるんですけどこれに関しては、拭き取りやすいというような形で、またその薄く、伸びた後でも研磨すればそれが落ちるというような形で、僕らはこれをよく使ってます。はい、今じゃあ、まあ、ざっと説明したんですけれどもその、まあ、タイトボンドの中でもこっちは、ウォータープルーフって書いてあるかな。タイトボンド、そうですね、ここにウォータープルーフというものが、書かれてます。で例えば、まあ、一例になるんですけどタイトボンドは、ニカワの成分があるものもあります。例えば楽器の修理とかで、パーツで、修理をしたい場合、熱と水を加えることによって、そのパーツが接着剤が緩んで剥がれてくれることが重要になってくるのでそういう時にはそのニカワの成分の入ったタイトボンドを使ったりもします。はい、はい、で、まあ、ざっと、いろいろ、種類を説明したんですけれどもあともう一つ、ですね、重要なことがあります。で、接着剤っていうのは、その、種類によっては水と熱で溶けるものがあります。例えばで、この白ボンドこれが一番水と熱に弱いものです。水場で使うもの例えば食器に使ったりだとか、熱を、なんというんでしょう、持つような、場所に置く例えば日向でずっと使うというような時には白ボンドというのはあまり向きません。雨が降るところもしくはその熱で直射日光が当たるところ、このボンドというのは、60度の熱で、溶けてしまいます。なので、この白ボンドっていうのは水に向かない、熱に向かないということだけ、覚えておいてください。でタイトボンドもまあ実際そういう成分はそういう特徴はあるんですけど、白ボンドよりは全然強いというような能力があります。はい、まあ、イメージ的にはこの、酢酸ビニールエマルション、白ボンドっていうのは
もうビニールですので熱で溶けてしまうというようなイメージを持っておいていただければ使い勝手がわかるかなというふうに思います。ボンドの種類をちょっと説明しました。はい。なので、まあ、DIY 木工、いろんなシチュエーションで使うボンドですけれども、接着剤ですけど、TPO で使い分けるということで、覚えておいていただければ、より丈夫なものが出来上がるかと思います。はい、では今日もどうもありがとうございました。